どうもメロです、今回は、マイキャリアじゃなくて、マイチームモードの方をやっていきたいと思ってますけども、マイキャリアの動画ばっかり上げてましたけども、今ここらでねマイチームの、動画を上げておこうかなと思ってますけども、そう、今回やっていくモードは、前回やったモードの名前覚えてます？最初に上げた動画なんですけど、最初に上げた動画では、ドミネーションというモードをやったんですね。自分の作ったマイチームで、実際の NBA の、全てのチームと対戦していくという、形のモードなんですけれども、今回はプレーオフへの道という、モードをやっていきたいと思ってます。でこれは、プレイヤーと対戦する、オンラインでプレイヤーと対戦するモードですので、正直あんまり気乗りはしてないんですよ。今ラインナップ編成してますけど、この段階ではかなり、どうなんだろうなっていう不安ばっかりの状況になってますけども、このプレイオフへの道というモードにはですね、デッキ制限というのがついていまして、カードにレアリティがあると思います。今見ているカードがブロンズですよね、枠が。それに対してシルバー、そしてさらに上がゴールドかなっていうふうになんかランクが上がっていくみたいなんですけども、これですね、このモード。これですね。デッキがふさわしくないと、プレイすることはできないんですよ。で今2人空いてたんで、で僕はこのデッキ見てくれたら分かると思うんですけど、シルバーが1枚もないです。でシルバー1枚も入れちゃいけないんだと思って勝手にやめてるんですけど、入れてないんですけど、正しくはシルバーを1枚のみ入れていいというのが条件のようです。ですので、皆さんがもしプレイするときはですね、シルバーを1枚だけ入れるようにしてください。僕は全部外しちゃったので、なんかこう、縛りプレイみたいになっちゃったんですよね。で、ここで気づいたんですよ。JR スミスって絶対シルバーじゃないですか。向こうのね。絶対シルバーなんですよ。いないんですよね。いるはずないんですよ。シルバーダメだったら。でもいるので、あ、間違ったなぁ、というふうに。まあ、バーニャーニか、ジェイソン・スミスを入れたかった、まあでもしょうがないんですよね。しょうがない。で、まあマッチアップ、オンラインでのプレイヤーマッチングが完了すると、こういった画面に行きます、マッチアップの確認であったり、コーチングの設定であったりっていうのができるわけですね。で今回は、僕らがホームですね。ホームなので僕らがニューヨークのユニフォームになってます。でアリーナはホークスのフィリップスアリーナ。これも、ですね、パックから出てきたものになりますね。で、まあ、見てくれると分かるんですけれども、やっぱりね、ラグがあるんですよ、どうしても。やっぱ遅れるのね、タイミングが。で、非常にもう、この段階で、どうしようかなっていう状況になってるんですよ。もうやめようかなとか、ジャンプショットがね、もうまず入らないのでね、ラグ、こんだけラグがあると、だから 2K シリーズのオンラインは嫌なんですよね、本当に。そうですね。で相手はまあセルティックスのユニフォームを着ていますけれども、これもおそらくバックから出ただけのものでしょう。ペリー・ジョーンズですね。ペリー・ジョーンズ、今のは赤だったんですけど入りましたね。ペリー・ジョーンズと、おさらいしておくと、僕のチームのビッグ3は、プリジオニとニック・ジョンソンと、ペリー・ジョーンズですよね。この3人に対しての信頼感が異常なほどに強いということになってますけども、
これは、まあ、あのもうジャンプショット打てないんで、もう全部ローポストで攻めようと思ったわけですね。うん、対して、まあ、相手は、まあ、オンラインらしく空いていればもうシュートを打つというような、戦い方をしてくるんですが、あまりなんでしょうね、なんだろう、うまいっていう感じの選手で、選手というかプレイヤーではなくて、なんていうかこう、やっぱりその外人さんっぽいなっていう、一人の選手にずっと持たせて空いたらシュート打つみたいな、パスが異常に少ない戦い方ですよね。で今このラグを読んでシュートタイミングを設定するという、そういう高度なことをやろうとして何本か打ったんですが、まあうまいこと言ってないですね。これも JR スミスですよね。基本的には相手は JR スミスを見てると、常に JR スミスに出す、もしくは JR スミスに持たせているということを考えれば、まあ、いいのかなという気はしましたけども、まあ、じゃあだからうまくいけるのかって言ったらそんな話はないんですよね。うん、まあ、この辺りの非常に外からのショットが非常に決まるチームですので、ああこういう感じかとは思いましたよね。でまあターンオーバーが多いですよ、僕は本当に。でラグの影響を受けるのがジャンプショットのタイミングですけども、もう一つ影響を受けるのはやっぱりパスのタイミングですよね。あ今って思った時にボールが出ないっていう、それが一番腹立つ。いいんじゃないでしょうか。まあ、この辺りからかな、だいたいラグのあれが分かり始めて入るんじゃねえかなっていう感じがしてきてる感じですね。だいたいこの辺りから、いいんじゃないかな。でこいつが誰だったのかな、これニック・ジョンソンじゃないよね。ニック・ジョンソンじゃないのかな。ニック・ジョンソンを、まあ、念のため一応言っておくと、ね、ニック・ジョンソンは、能力値が71とかかな。ペリー・ジョーンズに至っては68とかそれくらいなんですけど、まあやっぱ関係ないっていうことですよね、能力値は。まあこれ僕今シルバー1枚も入れてない状態ですけど、そんなに離されてないですよね。ただまあ実際この時これをやってる時は非常にイライラしながらやってたのを覚えてます。なんだろうなーっていう、もっさりしてるんですよね。ボールボタンを押してから 0.3 秒くらい経ってでそのボタンのアクションが起きるので、なんかね、ではどうするね、ディフェンスなんかする気ないんですよ敵は。ディフェンスなんかする気ないんだよね。まあだからやっぱりそのマイキャリアですよね。マイキャリアモードでやっぱりある程度基本的な操作を理解した上で出てくると、そういうバスケらしいゲームができるんですけど、その四角でスティール、三角でブロックで、オフェンスは四角でシュートでしょみたいな、それだけ覚えてきている人がいっぱいいるので、とりあえずオンラインっていう人が、まあ、多いですよね。なのでこういうゲーム、まあ、なっちゃうんですよ。でこれなんか全然いい方ですよね。前作 2K14 のゲームなんかではこんなゲームめちゃくちゃいい方ですよ本当に。バイナム、タイミングが合わないよね。
前作のオンライン割と結構やったんですけど、もうひどいですからね本当に。もうやっぱりずっとこうデリック・ローズに持たせるとかね、なんかそんな感じなんですよ。パスがもう一本もないみたいな感じになっちゃってて、その人は全然全然いいですよね。いい人ですよ。でこの人はすいません、オンラインのテクニックとしてはボールを持っている選手に対するマークは、まあ、僕のプレーを見てたら分かると思うんですけど、コンピューターにマークさせるっていう方法があります。一つで、それはなんでかっていうと、やっぱり自分の手で動かすとどうしてもディフェンスはまあ難しいんですよね、非常にね。なのである程度までは誘導してあげて、であとは、もうコンピューターに任せると、バツで変えてねっていう方法がいいです。でこれなんでどこで知ったかっていうと、僕前作のオンラインでやってて、勝敗っていうのが当然出るわけですよ。でめちゃくちゃ勝ってる人とめちゃくちゃ負けてる人がいるんですけど、めちゃくちゃ勝ってる人と戦った時になんでこんな勝ってんのかなって思ったら、やっぱりディフェンスなんですよね。その人自分でディフェンスしないんですよ、全部コンピューターにやらせてるっていう。そんな感じだったんで、多分それでいいんですね今回も。ただスペーシングであったりとか、選手との距離に関しては自分である程度操作してあげないとこういうことになってしまうので、ある程度は自分で、操作してあげて、相手がグリグリドリブルしてきたら、罰でコンピューターに任せてしまうというのも、まあそれが全てとは言いませんけどね、一つの選択肢としてそういう方法もあるよっていうことも、まあ覚えていてくれたら楽かなと思いますね、ディフェンスは。でこの人は、僕の対戦相手の方ですね。僕と今やってる方はこういう風に自分で一人の選手を使ってるんですよ。ボール、マークマンを、つまりボールを持っている選手を自分の操作でマークしてるわけですよね。今ペニー・ジョーンズに出せばよかったんじゃないかな。するとこういうことになるんですよ。バツカチカチ動かしてやってると、あのどっか開くのね絶対。なのでああいうディフェンスよりはインサイドの選手をバツで自分が使っといて、ボールマンはもう全部他の選手に任せるというやり方が、まあ、小ずるいようですけども、それが一番安定ですね。まあ、あんまり詳しくないんで間違ってたら申し訳ないんですけども、ウイニングイレブンですか、ウイニングイレブンの、僕の友人がウイニングイレブンをやってたんですけども、まあ、ウイレっていうやつですか、それもコンピューターにディフェンスさせた方が実際強いっていうのを友人が言っていて、まあそんなもんなのかなっていう気はしましたよね。これも僕ディフェンスしてないんですよね、僕何もしてないの。僕はもうペリー・ジョーンズから早々にコントロールを外してインサイドで待機ですよね。で、まあ、今回もやってきますね、こうやってインバウンドのカットを狙ってくるプレイヤーで、まあ、やられた時のために一応言っておきますけど、あれは基本取られないです。だから多分大丈夫ですね。今回スティール難しいんですよ、すごい。で特にパスカットがすごく難しくて、タイミング、要は四角を押すタイミングですね、これが完璧な状態になっていないと難しいんですよ。よっぽど完璧じゃないと取れないですね今回は。なのでまあだからといって無理に出していいよっていうことじゃなくて、そうじゃないんですけど、そんなにそんなにっていうか、やるメリットはないですね。これもだからもういないんですよね、一人ね。
中攻め放題っていう。でディフェンスもザルですし、まあ、ラーキン一人で抜けないこともないんですけども、でこれ飛んじゃったんですよね、ちょっとねちょっと飛んじゃったんですけど、同点まで行ってます、なんとかね。まあ、ようやく、まあ、これ初めてのオンラインなので、まあ、ようやくラグにも慣れ始めて、これは僕ついてますよ今で、ここで変えるの、これ変えてますね。足早にダブルに行っちゃうとね、取れないからね、あんなので、こうなるんですよね、バカだから。だからインバウンドのカットを狙うことと、ディフェンスですか、あれはもうおすすめしませんね。ああいうディフェンスの仕方はおすすめできないと。今作もまあそこは同じだということで、やってくれれば、オンラインの勝率はぐんと上がるのかなと思いますね、うん、僕も実際前作はそれでしたら、からやり方はディフェンスは全部をコンピューターに任せちゃう、まあ、全部って言ったらあれですけど、なんでまあオンラインで勝つためにはやっぱそのあたりを気をつけて、これも僕もマークしてないですからね、僕もペリージョーンズ使ってますから、あの足元のサークル見てくれたら分かるんですけどね、もう手詰まりでしょっていうこと。なかなかいいディフェンスしてくれるんでね、コンピューターもね。でコンピューターのディフェンスも、ゲームが始まる前の、コーチングの設定である程度いじることができます。前作のオンラインやった人だったら分かると思うんですけども、みんなゲーム始まる前にバツをして、あ、じゃあスタートをしてなんかいじってるでしょ、カチ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 って、その画面は対戦相手側には見れないようになってるんですけど、なんかこういじってるのね。あれ何いじってるかっていう と、コーチングの設定でディフェンスのプレッシャーと、ゲームスピードを上げてるんですね。要はボールの運び、テンポ、オフェンスのテンポですよね。オフェンスのテンポと、あとディフェンスの激しさとか、そういうのを上げてるんですよ、全部。でも相手がもう顔面真っ赤にしてなんかやってますけども、まあこういうことになるんですよね。で、まあ、僕は神の見えざる手と呼んでますけれども、こういったオンラインゲーム 2K だけじゃなく、先ほども言ったウィーニングイレブンにも見られる現象なんですけども、大量リードを奪うと途端に今度調子の悪い時間帯っていうのが訪れます。なんか均衡が取れるようになってるんですね、スポーツゲームって大抵。なんで今一気にリードを奪って8点差ですかまで持ってきましたけど、まあ、このあとこのままいけるとは思ってないんですよね、僕もね。なんで、まあ、こういうのですよね、こういうインサイドからの得点からやっぱり流れって生まれるもんですから、ディフェンスがね、でこういうリードしてる時に一番やめたいのはターンオーバーですよね、でまあ相手はピックの使い方も分かってないような素人ですから、逆に嫌なんだけどね、そういうのね。でまあ使ってきましたね今ね、忘れてたんでしょうね多分ね。まあ、だいぶ敵がプレッシャーをかけてきて、このようにねプレッシャーをかけてますけど、所詮人間の手が動かせる選手の動きなんてそんなもんなんですね、こんなもんね。でまあそうですよね、これ決めたいよな、これ決めればまだ持っていけるような気がするんですよ、もうちょっと流れ持っていけるような気がするんだよね。そう、こういう動きが本当に多いんですね、外人さんは。1人の選手にずっとやって、でダンクを狙っていく、ミスって顔真っ赤みたいな、そしてスティール狙ってきて笛吹かれるみたいなのが非常に多いんですよ。
これ3人来てますからね。どういうことっていう感じですよね。まあもう焦ってますよね、もうね。こういう時はもう外から打たないのが一番なんですけど、そうだね、それが一番。やっぱりこのペリー・ジョーンズに対する信頼感っていうのは盤石なものですよね。もう困った時はもうペリー・ジョーンズに任せてますからね、うん、いい選手ですよこれは本当に。で JR スミスの一人相撲が始まったわけですけども、それじゃ勝てないんですよね多分ね。でまた四角レンダーですか、やめてほしいよなこういうのな、本当にな。せっかく面白いゲームになりかけてたのにっていう風な感じで、ちょっと余裕の出始めた時間帯なんですけど、こういうことをやると持ってかれちゃうんですよ流れが一気に、うん、3、うん、ラッキーにリバウンド、いいね、いいパスですね、いいパスだよね、よね、ああいうのだよね。また狙ってますけど取れないですよね案の定。オフェンスで抜きたいっていう時はそうですね、こんな感じかな、うん、ちょっとずらす、要は打つだろうなって思ってるだろうなっていうタイミングで打たないっていう、ドリブル止めないっていう、まあこれは実際の NBA でもそうじゃないですかね。極端な話ですけど、ステップバックしたら打つって思うでしょ、でも打たないみたいな、でももう一回進むっていうのでネイトさんは抜いたわけですから、ネイト・ロビンソン。もうこれもね、3人来てるんですよ、早々にもうキックアウトすべきなんだよな今のもな、ちょっとムキになりすぎた感がありますよね。で8点あったリードはあっという間に4点半分になりましたね、うん、でウィル・バイナムは本当に入らないんですよアウトサイドが、何なんだろう。で、もう2点差ですか、困った時はペリジョン、あこれペリジョンじゃねえなあれな、いやもうひどいね、もうひどい、もう何していいか分かんなくなっちゃったんだよ多分ね。あ今のポジション、はい、ここでようやく取れたかな、流れがようやく止まったかなっていう感じしたんですけど、もういきなりアイソかよみたいな感じですよね、アイソレーション引いてんのかなみたいな感じになっちゃってるんで、 2-2 どうすんの、うわートリッキーなパス、どうなの今の、まあ煽ったと思われたんでしょうね多分ね、別に煽った意図はないんですけども、まあでもそんなに、なんだろうな、やっぱこういうゲームになっちゃうんですよね、一人の選手だけでずっとっていう、もう今も JR スミス使ってるんですよこの人、もう変えてないんだよね選手をね、ひどいよね、ずっとこれ JR スミスなんですよ使ってるの、動き見てくれたら分かるけども、で今も JR で取りに来たでしょ、今変えてるよねさすがに、ファールだよそんなの普通に考えて、ちょっと残念でしたよねこういうゲーム、それは無理じゃねえかな、
で、プルアップジャンパーにしたかったんですよね、今のもね。だからちょっとラグかったんで、一歩もう半歩ゴールに入っちゃったんで、プルアップならなかったっていう、それだけなんですけど、もうめちゃくちゃでしょ、このディフェンスね。何これ。入んねえのかよ、お前もう。なんだそれ。今のチャージ狙ったんですけどね、疲れなかったですね。はい、残り2分で、3点差ですか。非常にいいゲームになってますよね。誰なんだろう。絶対入んないよな。 JR スミス空いてるよね。まあ、僕のディフェンスですね、今のは完全に。またバカみたいに狙ってますけどね。でそう、前作はあれが流行ったんですよ。無理に突破してくる選手に対して丸を押してチャージ狙うっていうね、すごい流行ったのね。で今回は取られないですね、それは。で頼みのペリジョンも入らず、1点差、まあ、当然のごとく JR スミス入らず、まだ1分あるかな。もうどこにいんの JR スミスっていう感じだよね。やる気あんのかよこいつ。まあ、あるんでしょうね。入らず、なかなか厳しいですね、向こうの JR スミスは。でこれは難しいでしょう。ダンカーっていないからね、うちのチームに。で敵は明らかに2ではなく3を狙ってる。そしてなぜかいなくなる、入る。何やってたんだろう今の。今のは今見てもよく分かんないですね。なんであんなことしたんだろう。JR、ペリジョン、入る、いいですね、この3点は非常に大きい。もう時間ないですから、相手は3を狙ってくるしかない、なんとかして抑えたいところ、まあ、もう JR スミスしかないんでしょっていう感じですね、僕は。でこれ時間いっぱい使ってくるんだよな。でもこれ入るんだよ。入るんですよね。でラストショットはこちらですか。残り1秒か2秒くらいかな。残り2秒でラストショット、58対58。最後のショットはもちろん分かりますね、もう、ニック・ジョンソン3勝ちですね。まあなんでしょうね、ディフェンスがザルなので、まあこんな感じですよね。まあでも楽しかったです。まあラグにイライラしてたんですけど、本当に上手い人とやったらきついですね、これは。このラグで戦うのはきついです、上手な人と。ということでね、今回のゲームを参考に、ちょっと参考にしてね、オンラインやってみてはどうでしょうか。マイチーム、まだいっぱいモードがありますし、やってないこともたくさんありますので、今後もやっていきたいと思います。オンラインはやるかな、わかんない。それじゃあお疲れ様でした。